お父様たちは向こうで孤立しているわ。急いで合流しましょう。待ってて父様、絶対助けるから。これで終わり。救援が遅れてはお父様たちが危険。私たちに行くまでどうか耐えていて。他にも孤立している仲間がいるようだ。付近の味方を救援しつつ合流を目指すぞ。将校たちがこちらへ向かっているらしい。敵のただ中を突っ切ろうとは、あのジャジャウマめ。無茶しやがる。俺らも敵かぎ分けて進んどくから。レンレ、戦場中央の崖上に翼を持った怪物が出現。崖下では味方部隊が敵に囲まれ窮地にあります。やらせない。あの翼野郎、ずっとあそこに留まってやがる。さては下にいる俺らの仲間を攻撃してんのか。味方の救出と怪物の討伐を一時にやらねば。だがこれ以上兵を分けるのは危険な賭けとなろう。崖は北の方、きっとお父様たちがどうにかしてくれるはず。私たちは崖の下にいる仲間を救援しましょう。このままでは近くに味方はいないのか。これで終わり。また腕を上げたんじゃない。自分のことみたいに嬉しいわ。お前たち、窮地をよくぞしのいだ。これより我らも共に進もう。これで終わり。それはありがたい。命拾いしましたぞ。お父様、大丈夫かしら。大丈夫よ、私たちのお父様だもの。そうでしょ。はい、苦しめてやろう。やらせない。これで終わり。調子づきよって。よく磨かれた鋭い牙よ。正直ここまでとは思わなかったぞ。さあ相手になるぞ。頑張りましょうね。はい、わかりました。予想以上の腕よ。なんと勇ましき敵か。周りの敵はやっつけたわ。これで進めるわね。うざって怪物は片付いた。あとは残った奴らを蹴散らすだけだが。砲撃が止まったわ。お父様たちが倒してくれたのね。お父様たちがこれだけで終わるはずないわ。崖の下に敵を集めるのよ。父様たちに蹴散らしてもらいましょう。分かった。ならば砦にこもる敵を挑発しおびき出してやろう。さあかき乱してやろう。また腕を上げたんじゃない。自分のことみたいに嬉しいわ。勝手な真似はさせん。撤退するかな。待ちなさい。ありゃどっちにだ。妖魔とは戦もできぬ臆病者の集まりなのか。所詮は化け物、我らの敵ではないな。人間の分際で生意気な。俺様がぺしゃんこにしてやる。よし、動いた。みんなのため、ここは下がり、敵を引きつけるぞ。お邪魔します。ふひひ、骨ごと噛み砕いてくれよ。
君は立派にはまりやがる。まさか娘たちがお膳立てしてくれたのは、そのまさかだな。俺たちの動きを読むとは、成長したものよ。頑張りましょうね。わかりました。将校、気がはないか。王様ったら、それはこっちのセリフよ。よろしく。さあ、早く戻りましょう。きっとみんなも心配しているわ。ちょっと、帰るのはまだ早いわよ。面白くなるのはこれからなんだから。愉快な仲間たちも連れてきてあげたわよ。それじゃあ皆さん、ハサミ打ち開始。片っ端から打っちゃうしかねえな。さあ、どっちからやる。怪物もあれだけ数が多いと厄介だ。まずはダッキーを倒すとしよう。怪物の群れがそこまで迫っている。戦いは避けられないか。父と子が苦難を越えて再会を果たしたのだ。戦のために今一度離れ離れになることもあるまい。ここは私が一人で食い止める。お前たちはその隙にダッキを撃ってくる。あなたを一人にはできない。私も行くわ。尊敬、将校、ダッキは任せたぜ。宇治安様、二人をお願い。ダッキは私たちが必ず倒すわ。頼もしくなったな、将校。行くぞ。虎の力、見せてやろう。怪物はすべて私が退けたぞ。これより将校たちに合流する。さあ、先に出してやろう。また腕を上げたんじゃない。自分のことみたいに嬉しいわ。お前が真の三国無双だったとは。お父様、ご無事でよかった。お前もな。それにしても鋭い読みだったぞ。互いが互いの無事を喜ぶ。これが家族の絆か。父上の喜ぶ姿など見たこともない。あるいは妊娠。貴様はここで口が出ろ。わかりました。ありゃどっちにだ。これで終わり。やっ、はいはい、今日の餌は生きがいいな。打ち取りました。手になるぞ。頑張りましょうね。はい、わかりました。憂いは立っておくか。私の方に来ちゃうなんて。宇治安さんたちは放っておいていいの。今頃獅子は怪物を食らっているだろうさ。もっと慌てふためいてほしかったのにつまんない。こうなったら私が思いっきり痛めつけてあげる。痛い目見るのはどっちかしら。家族の絆を甘く見るとどうなるか教えてあげるわ。
この戦場、俺が混沌に飲み込んでやる。大将、また腕を上げたんじゃない？自分のことみたいに嬉しいわ。天下無双にできた娘だぜ。遅くなったな。向こうは全て片付けてきた。これより私もこちらに合流するぞ。これで終わり。レイキ、無事でよかったわ。もう一人で頑張ったりしないでよね。そう、あなたの悪い癖よ。これからはみんなで頑張りましょう。どうにか片付いたか。皆の奮戦あっての勝利だな。みんなで力を合わせたからこそ勝てたのね。そう、これこそ仲間の絆の勝利よ。